日72戦団は、大東亜戦争後期の1944年9月に、シンガポールから文字へ公開した、日本の五艘戦団である。アメリカ軍の潜水艦と、陸上航空機による攻撃を繰り返し受けたため、輸送船のほとんどが脱落し、護衛艦にも大きな損害が出た。撃沈された輸送船には、捕虜移送中の船が2隻含まれ、捕虜多数が遭難した。 日72戦団は、非戦団と称する高速タンカー専用を建前とする、五層戦団の一つである。大東は戦争後半の日本は、占領下にあるオランダ領東、インドから石油を日本本土に運ぶため、シンガポールと文字の間で、非戦団を運行していた。非戦団は、シンガポールへの往路には、奇数、文字へ帰る袋には、偶数の戦団番号が付されており、 非72船団は通算72番目の非船団を意味する。非72船団は大損害を受けながらシンガポールに到着した非71船団の復興便として編成された。もっとも非71船団から参加している輸送船はシンガポール発のタンカー2隻、その他4隻のうちタンカー1隻だけだった。これらの輸送船は客船、 勝ち時丸に乗った第16運行指揮班が、統括した。他方、護衛部隊は、非71戦団から引き続き、第6護衛戦団司令部が指揮しており、機関、平戸以下折り返し参加する、解剖艦3隻と新規加入の解剖艦1隻の、ほか、連合艦隊所属の駆逐艦式並みが、便宜上同行して協力している。また、途中の南シナ海上からは、マニラへ、 舞台輸送を行った会議の間も03戦乱の輸送船3隻、苦戦艇1隻が合流することになった。木72戦乱に参加する輸送船のうち、火脚船勝チき丸と落葉丸の2隻は南方作戦で捕虜となったイギリス軍、オーストラリア軍の将兵を乗せた、いわゆるヘルシップであった。収容された捕虜の人数は2隻合計で約2300人と記録されている。 当時のアメリカ軍は、この二隻に捕虜が乗せられていることに気づいていなかった。アメリカ海軍は、通称破壊の任務で、多くの潜水艦を出撃させ、ウルフパック戦術により、日本のシーレーンを脅かしていた。1944年9月当時、太平洋方面で活動中のアメリカ潜水艦は1日平均27隻と、若干低調だったが、非72戦乱の進路には、 潜水艦グローラー艦長のトーマス・ B ・オークリー・ジュニア中佐率いる熟練したウルフ・パックが紹介中であった。さらに、アメリカ陸軍航空軍も競輪方面などに航空機を配備し、台湾周辺で日本商船を襲うようになっていた。日本側は船団への潜水艦の攻撃を避けるために、水深が浅く潜水艦の行動が難しい。 大陸沿岸部を航行する戦術をしばしば用いたが、この戦術は逆に、陸上機による被害を受けやすくなる難点もあった。シンガポールに集結した、非72戦団は、9月6日、カジオカ少将の葬式のもとで出発、南シナ海中央航路で北上した。マモレイ3戦団も輸送船3隻、護衛艦4隻で10日に、マニラを出発し、11日に、 洋上で合同した。マモ03戦団の護衛艦中3隻は、マニラに帰還したため輸送船9隻、護衛艦6隻となった戦団は、輸送船を三列渋滞に並べ、その両側に護衛艦3隻ずつを配置した陣形を、組むと、速力10.5ノットで、対戦警戒ののじ運動を実施しながら進行した。護衛任務であったが逆に潜水艦、グローラーにより撃沈された。 駆逐艦式並み。9月12日に日付が変わった頃には、船団は潜水艦、グロウラーに発見されていた。日本側も敵潜水艦の発した電波を受信し、警戒を強めていたが、グロウラーの接近にまでは気づいていなかった。真っ先に攻撃を受けたのは、機関、平戸で、海南東東方5 0 0トルの南シナ海。 中央北緯18度15分統計114度20分、北緯18.250度統計114.333度、18.250114.333、地点を航行中、グロウラーの放った魚雷が午前1時55分に命中した。艦は激しい水柱に包まれて、一瞬で沈没してしまい、カジオカ少将も戦死した。機関を失ったは、 混乱に陥り、ドンの視界不良もあって、人形を再構築できないまま航行するうち、12日、夜明け頃に今度は、グローラーの呼び出した、シーラヨンの攻撃を受けた。まず、午前5時27分に、海軍長予貨物船南海丸が、魚雷二発を被弾、積み荷のドラム缶入り航空用ガソリンに引火炎上し、自衛用の爆雷の誘爆を起こしつつ3時間後に、沈没した。 南海丸ひかみなりの4分後には落葉丸にも魚雷が命中し、航行不能に陥って13時間後に沈没した。日本の護衛部隊は反撃を試みたが、逆に駆逐艦式並みまでが、グロウラーの雷撃により撃沈されてしまった。相次ぐ損害に火72戦団は進路を変えることで、敵の目を欺こうとし、海南島のサーマーに向かった。しかし、 グロウラーのウルフバックを振り切ることはできず、午後10時54分頃ろ、サーア東方3 0 0トルにおいてパンパニとの魚雷攻撃を受けた。四季船の勝時丸とタンカーの随宝丸が同時に光りなりし、いずれも沈没した。勝時丸乗船の細谷大佐を含む多数が死亡している。生き残った船はバラバラのまま、一部は救助活動も行いつつ、 翌13日に何とかサンアに逃げ込んだ。この間、護衛部隊はマニラから救破された解剖艦3隻も加わってサンアと遭難現場を往復しながら救助活動を行っている。サンア近くの二例林港で再編成を行った船団は低速の 1TM 型戦時標準タンカー新長丸を分離することにし2個。 分断編成で16日夜に出港した。低速の第2分団は天候悪化もあって、たちまち引き離された。第2分団は21日午前2時頃に高尾西方8 0トルまでたどり着いたものの、アメリカ陸軍航空軍所属の B-24 爆撃機の夜間空襲を受け、新長丸が被弾した。 航行不能に陥った新長丸は、近在の日74戦団から救助に駆けつけた第21号解剖艦に栄光され、高尾へと入港した。一方、先行した第1分団も無事では済まなかった。第2分団より、約1日前の20日午前1時頃に、宝庫諸島南5 5トル付近において、 やはり B-24 爆撃機の夜間空襲に捕まり、元特設巡洋艦の海軍運送船朝霞丸、五国丸が直撃弾や資金弾を浴びて、航行不能、元特設水上規模艦の各丸も損傷した。護衛部隊でも、解剖艦ミクラが直撃弾一発、資金弾三発を受けて、中波、航行不能となっている。航行不能となった輸送船二隻は、 マコー方面特別根拠地帯の支援を受けつつ、マコーまで栄光された。オクラは3日間も消息不明となって、漂流を続けた後、ようやく遊軍航空機に発見されて25日に、マコーへ栄光されている。ボロボロとなった第一分団は、キールンで体制を立て直し、唯一無傷のキビツ丸とタカオで、応急修理をした、各丸を揃えて25日に、 解剖艦3隻の護衛で出航した。しかし27日に今度はアメリカの潜水艦プライスから襲われ、第10号解剖艦がプライスの魚雷攻撃で撃沈された。残存船は船団を解いて全速航行に移り、翌28日以降に括弧に文字へ滑り込むことができた。救命胴衣を身につけ、救命イカダに捕まって漂流中の洛陽丸から脱出した放虜。 救助作業に当たったアメリカ潜水艦クイーンフィッシュの乗員による撮影。七十二船団の航海は大失敗に終わり、輸送中の重要な天然資源の多くは日本に届かなかった。海没した物資だけで、防気サイト一万二千五百トン以上、石油一万二千トン以上などになる。貴重な艦船の喪失も痛手となった。また、捕養輸送船二隻が沈没したことで、 正確な人数は不明ながら相当の犠牲者が捕虜から出る結果となった。勝時丸では捕虜950人が負傷兵や船員、船舶砲兵ら日本人1095人と共に乗っていたうち当時の日本側記録によると日本人と合わせて487人が死亡となっている。落葉丸には捕虜1317人が 日本人便乗者105人と共に乗せられていたが、船員9人、陸軍関係者3人が戦死したことはわかる一方で、捕虜の犠牲者数は不明である。なお、次に述べるように、アメリカ潜水艦による救助活動が行われており、日本側記録で死亡扱いとなった捕虜の一部は救助されている。戦闘後、9月15日になって、戦闘地点に戻った。 アメリカの潜水艦パンパニトも多数の捕虜が漂流しているのを発見した。パンパニトとシーライオンの2隻は落葉丸に乗っていたイギリス兵73人とオーストラリア兵54人を救助した。また、クイーンフィッシュとバーブも駆けつけ、計32人を救助した。これらの救助活動は日本の捕虜輸送に関するアメリカの文献でしばしば取り上げられる事例となっている。 捕虜は対面鉄道建設の生存者であり、これにより対面鉄道における捕虜の刺激の実態が連合国側に露見することとなり、スイス講師を通じて抗議声明が日本側に届けられたまた、14日朝には救助者、捜索中の第15回防観が落葉丸の生存捕虜、 ゴ軍のローランド・リチャーズ・グ隊対立ち157名の乗った4隻の救命ボートを発見。艦を停止して彼らを救助している。また、新長丸は高尾到着後損傷が激しかったため、1945年1月18日に空襲を受けて潜没するまで同地に泊まり続け、不要の後4月15日に高尾高校に海没処分となった。ケイリン、 琉州に作られたアメリカ軍飛行場は、大陸脱作戦、都合作戦により制圧された。非二重戦団など欠航となった便があるため、実際の運航順は、通算七十二番目や袋三十六番目ではない。マモ零三戦団の輸送船三隻は、オーロは、非七十三戦団の一部として、文字からマニラに到着したもので、内木びマ丸は、非七十一戦団から、 故障脱落して、非73戦団に組み込まれたという経緯だった。一部の日本以外の文献では落葉丸だけで2000人以上と主張している。南海丸では、乗員138人と便乗中の輸送人員525人が乗っていたうち、乗員13人と便乗者183人が戦死した。防気サイト6500トン、航空用。 ガソリン4000巻ひまし油170トンなど、搭載物資7406トンは全損。その後、山形県坂田市の捕虜収容所で終戦を迎え、帰国後は産業医、スポーツ医として活躍したリチャード軍医は、米潜水艦側が物顔に猛威を振るっていた、危険な海域で身の危険をも顧りず、艦を停止して救助してくれた。 日本の解剖艦の艦長や家族にお礼を言いたいので、ぜひ探してほしいとパウ研究会に依頼し、同研究会は、読売新聞社に依頼して、一ノ瀬史郎艦長の消息を探したが、見つかることはなかった。南海丸戦闘商法では、第19号苦戦特務艇となっている。コマグルでは、解剖艦へとロフと、第26号解剖艦の名も上がり、代わりに、 第20号解剖を考えない。ありがとうございます。